はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。今日はですね、いつも使っているスマートフォンギャラクシーがですね、 Android 10 に OS アップデートが来ました。なので今日はね、この Android 10 にアップデートしてどうなるのか、ちょっとね、 Amazon タブレットと比較しながらやっていきたいなと思います。3月2日ですね、ついこの間ですね、いつも使っている Galaxy S9 Plus なんですけども、OS アップデートが来ました。 Android 9から10にアップデートすることで、まあいろいろね、不具合が修正されたり、あとセキュリティアップデートもあるし、あと機能も追加されたりということで、これはね、ちょっと待ってましたよという感じですよ。で、プニプニがどうなるのか。はい、 Android 10にね、先ほど OS アップデート終わりました。もう戻せません。これがね、ちょっとどうなのかっていう気がするんだけど、さあやっていきましょうか。今ですね、ブラックアーミーに勝った回数45回まで来ました。そしてビッグブラックはね、9回まで倒しました。まあ一応ね、イベントとしてはほぼほぼね、コンプリートしたと言ってもいいでしょう。さあそれではですね、このチャレンジステージ、まずはね、この地獄物でね、試してみたいと思います。さあパーティーはですね、まあ僕はね、このワイルドボーイ持ってるんで、まずはね、これ使っていきます。前回の動画でもね、この攻略動画上げましたけども、コメント欄ではね、なんかやっぱりアイテム結構落ちるよってね、ありました。いろいろ落ちるらしい。なんか秘伝書系もね、落ちるということだったんで、ちょっと今日はね、頑張って周回したいなと思います。おいおい、若干カクつきが激しくなってね、普通のこのパズルの時でも若干引っかかるというか、なんかフレームレートが下がったような感じがするんだけど、どうなんだろう。 Android 版はね、もともとそんなにね、滑らかではないので。だけどこんなにひどかったっけ。もう少し滑らかだったような気がする。確かに大量プニケシのね、必殺技を出す時に若干カクカクってするんだけど、通常パズルの時には引っかかってなかったよね。それがなんか若干やりにくくなったように感じるぞ。まあこれも比べればっていう感じなんで、多分動画見ている人にとってみれば差が分かんないのかもしれないけど、どうなの。お、アイテム落としたぞ。これはユースキヤキよく落ちるんだよね。さあちょっとね、ワイルドボーイ必殺技 G レベルをね、2に上げてみます。高速周回でいきますよ。そう、でもやっぱなんか何回やってもスムーズさがもう少しなんか滑らかに動いてほしいんだよな。他のゲームはね、問題ないんですよ。なぜかプニプニだけあんまり動作が微妙な感じがする。まあでもできないことはないので、まあどうなのっていうレベルだではあるんだけど。さあ何か落としてくれ。ああ、何も落とさないと。どうなのこれ、すき焼きしか落ちない系。さあ30分が経過しました。何も落ちません。どうした。まあ OS アップデートとはね、これは関係ないんでしょうけども、どうなんだろう。でもさ、あの iPhone でやっている人はまあ別として、Android でやってる人はさ、まあ、最近のスマホはみんな Android バージョン 10.0 なので、みんな多分同じ状況だと思うんだよね。これ Galaxy 特有の問題ってことはないよね。多分ね、多分それはないかなと思います。まあ言っても Galaxy S9 Plus 今ね、 S10、S20 がもうすぐ出るってなってますけども、まあそれでもまだあのハイエンドというかね、まあそんなにスペック的には悪くないんで、スペックが足らずにこのカクついているっていうわけではないと思います。やっぱり OS によるのか、 iPhone 使えってことなのか。まあそれもあるとは思うんだけど、まあ、iPad でやれみたいな。さあ何か落としてくれ。ああ、またすき焼きかい。すき焼き祭りかい。まあすき焼き欲しい人がね、すき焼き好きな人は集会あるかもしれない。さあ1時間が経過しました。落ちません。まあ iPhone でやってもいいんだけど、まあ、僕がね iPhone でやらない理由ってのはね、まあ他のゲームのこともあるしね。これプニプニだけなんで、他のゲームは結構ね先行プレイとかが Android 先行してってのが多いし、
アプリの数もね、ゲームの数もアンドロイドの方が多いんですよ。なので、まあアンドロイド使いたいってのがある。別にね、 iPhone 嫌いってわけじゃないんだけど。さあ落ちてくれ。またすき焼きかい、すき焼き祭りかい。まあすき焼きもね、ショップで買うと高いからね。さあそれではね、ミッションやっていきましょうか。難しいミッション。 Y サークルの広場の隠しステージ3をうすら影族のみでクリアしよう。100ポイント。こちらやっていきます。うすら影パー。さあこんなパーティーでいきます。憎い男、攻撃力アップ。そして長吉ですね、こちらも攻撃力アップです。そして強力なアタッカー、カムイ単体攻撃。そしてドケチング、これも強い単体攻撃。そしてガシャドクロ単体攻撃。さあこんなパーティーでいきます。バケーラ、運が良かったら落ちてほしい。どうなんだろう、皆さんはアンドロイドでやっている人が多いのか、もしくは iPhone 派が多いのか、 iPad 派が多いのか。で iPad というかね、 iOS 系だったらね、 iPad Pro がいいかなと思います。まあ値段ちょっと高いんだけど、他のさスマホとかさ iPad ってさ、あれだよね、接続がライトニングだよね。ライトニングはね、ちょっと僕あんまり好きじゃないんですよ。っていうか、あの画面をね録画したりだとかする関係じゃない、ゲーム実況やるときにね、ライトニングはちょっとね、あまり画質がね綺麗じゃないんだよね、あの出力の仕様の関係上。なのであの USB Type-C で接続できる、まあ、iPad Pro がいいかな。もしくはね、今の iPad とか iPhone がね接続が Type-C になったら買おうかなといつも思ってるんだよね。だけどなかなかあれなんないんだよな。だからそのあたりがね、あとは iPhone ってさ、やっぱ Apple なんで Mac と相性がいいよね。だから Windows とか、僕 Windows 派なんで、 Windows とねもう少し相性がよくできてくれたら欲しいなと思ってます。さあクリアしました。さあこれでレベル上限はね解放しておきます。さあ今回もね、結構何気にこれミッション多いよね。100ポイント、これ嬉しい。さあそれではね、 Amazon の Fire HD に変えてやっていきます。これがね、 OS が Fire OS なんだけど、まあ、Android ベースで Android 9、 Android 9とほぼ一緒って言われてるんで、まあ1個前の Android、まあ、それとちょっと比較してねやっていきたいなと思います。だからまあ今までやっていたバージョンっていう感じかな。まあ普通に使いやすいよね。まあそこそこ滑らか。どうなんだろう、 iPhone でやってる人とかもっとやりやすいのか、わかりません。僕はね iPhone 持ってないんでわかりません。じゃあパーティーはね、ちょっと難しい特殊能力持ちキャラなしのパーティーでやってみます。だからこっちの方がやりやすければ、まあ、これから難しいステージはおいおい、この Amazon タブレットでやることになるのか、どうする、まあ、もしくはね、プニプニの運営がね対応してくれて Android にもう少し最適化してくれればやりやすくなるかなと思います。昔からあるんだよね、 Android のバージョンがあの4から5にアップデートした時もむっちゃひどかったからね。だから 何気にさ、昔の Android のバージョンが一番やりやすいんじゃね。さあクリアしました。問題なくクリアできますね、当たり前だけどね。さあそれではですね、こちらやっていこう。ステージ36を消した妖怪プリンス100個以下でクリアしよう。100ポイント、これ100ポイントは嬉しいよね。使う妖怪なんですけども、サクマ攻撃力アップ、そして絶好仮面、これね何気に強いんですよ。単体攻撃で HP が少ないほど強力、そして不気味の種族効果 5% があるんで、これは強いよね。しかしなんか理由があるのか分かんないけども、復刻来ませんよね。そして三橋隆、三橋キック、そしてリモコン隠し、こちらも単体攻撃。半沢さん全体攻撃。さあこんなパーティーでいきたいなと思います。さあステージ36、ネガティブ運のステージ。
さあ敵は3体ですね。やはり攻撃力アップと、あとはアタッカーを、まあ直接攻撃だよね、消したプニ数何個以下とかなんで、まあ直接攻撃のプニを集めて、あとはまあデカプニを作って消していく感じでね、いきます。ワンフィーバーで狙っていきましょうか。さあこの中では結構やっぱ絶好仮面が圧倒的な存在感、そしてやっぱり比較するとね、この以前のバージョンのアンドロイド、まあアンドロイド9相当と言われてますけども、このファイヤー OS の方が引っかかりやっぱり少ないし、この必殺技のギミックも滑らかだよね、この絶好仮面の飛び方といいね。だからまだどうなんだろう、だけどさ、ちょっと前にはアンドロイド10はさ、お知らせでありましたよね、なんかちょっと問題があるんでアップデートやめといてってのがあったんですけども、最近になってさ、それが なくなったんで、てっきり対応してくれたかと思いきや、これで対応済みか、よく分かりません。さあクリアしました。さあこれでいただきます、100ポイント必殺神視察の秘伝書、これむっちゃ嬉しいじゃないか。さあそれではですね、おはじきバトルやっていきましょう。おはじきに関してはまあバージョン、まあアンドロイド10もね、9も一緒だと思います。さあタブレットでいきます。タブレットはね、画面がでかいんでやりやすいです。普通に素手で弾いても全然 OK。 いきます、いきます、パーフェクト、まっすぐパターン、さあ行くぜ。だからやっぱどうなんだろう、ゲームやるにはタブレットか。さあ行きます、ちょっとこれ難しいパターン、斜めパターン、さあ若干ミスったけど一応 OK でしょ、グレイト。さあそしてまた斜めパターン、さあ行くぜ、ミストシャドウ、おう、パーフェクト、いきました。そして一番難しい配置、さあどうだ、花子さん、花子さん顔怖い。さあ行きました、グッドです。さあこれで僕はね、この通常のおはじきバトルに関しては特殊能力持ちキャラがないんで全然ダメージが出ません。2300とかですね、なかなか削れない。84ポイント、さあそれでは隠しステージ2を一種族の妖怪のみでクリアしよう。75ポイント、スマホのね、アンドロ、あのギャラクシー S9 プラスに戻ってやっていきます。ポムポムプリン S 攻撃力アップ、そしてナインテイル復刻くるか、回し蹴り、そして復活です。一旦モメン単体攻撃、そして江戸川コナン探偵さ、一旦ごめん回復です。運営がよく使うやつ。さあ隠しステージ行くぜ。さあ不思議パで行きます、こんがらギャル。さあ行きます。さあ確か今やっているガチャが今日までなんで、また明日から新しいガチャというか、ガチャキャンペーンというのかな、何か来るよね。さあイベントちょうど後半なんで、かなりビッグなガチャをちょっと期待してるんだけど、どうなんでしょうかね、今回のイベント復刻あるのか、サプライズあるのか、もしくは特に何もなくこのまま終わるのか。さあフィーバータイム入りました、いきます、攻撃力アップ、ポムポムプリン、そろそろコラボが来てほしい。最近来てないよね、コラボ来てもいいんじゃね。まあ Y 学園のね、連動もいいんですけども、コラボはやっぱりテンションマックス。さあ行きました、ワンフィーバー。通常ステージだとまあそんなに苦にならないというか、アンドロイド10も9も同じような感じでも、やっぱりちょっと引っかかるのがどうしても気になるな。さあクリアしました。
さあ報酬いただきます。おう、消費節の日でしょう。